アクウイフェクスモンは、グラム陰性、高熱性の細菌のモンである。温泉や海底火山金房に生息し、水素を酸化して増殖することを特徴とする。典型的には、好奇的に水素を酸化し、二酸化炭素を唯一の炭素源とする、化学合成独立栄養生物である。還元的クエン酸回路を使用する。この他に、洋や飛散を酸化する種や、 嫌気条件で、最終電子需要体に、硫黄や窒素、硝酸塩を用いることもできるもの、稀だが、有機物を利用する従属栄養性の種もいる。クラム陰性で、形態は、棒状の換金、一方の端、または両端に弁毛を持つものが多い。分布としては、水素と酸素に富む中性弱アルカリ性の熱水域に多く見られる。 温泉などである程度界になっていると肉眼でも観察できる場合がある。生育温度は概ね摂氏60度以上で、アクーイフェクス属は最高摂氏95度で生育が可能。これらアクーイフェクスの仲間は、古細菌以外では最も高熱性の生物群である。アクーイフェクス目の界は現在参加に分けられている。分類は分岐学に従って行われているため、 性質の違いを表してはいない。事実、各家に、嫌気性のものや、従属栄養性のものが、バラバラに存在している。悪イフェクスの系統樹内での位置づけは、未確定である。かつて、16S な及び 23S な、系統解析では、サーモ等がとともに、最も深い分岐を示し、最近の中でも特に高熱性が強いことから、しばしば生命の起源に、 最も近い生物として扱われた。しかしながら、より多くの遺伝子を用いた、詳細な系統解析では、アクうイフェクスとプロテオバクテリアの禁煙性を示す結果もあり、アクうイフェクスが、むしろ新しい系統である、可能性がある。サーモ島ガとの禁煙関係も確定していない。ありがとうございます。